前回はグレゴリーかミステリーランチかということで、1時間超迷いましたが、はい、ついにミステリーランチになりましたんで、はい、今日はそのフィッティングを、させていただくということで、またアドスポーツさんの方に、来させていただきました。お願いします。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこちらがですね、はい、はい、入荷したミステリーランチということで、ブリッジャー、はい、45の女性ものの S サイズになります。はい、そしたら背面から入りましょうか。はい、そうですね、はい、で背面の調整は、このミステリーランチの場合はここにこういうプレートが入ってるんです。でこれがフレームが、これワイヤーフレーム、これですね。でここからこう出てて、ここを回って下までこういうワイヤーフレームに、さらにこのプレートを入れることによって、剛性を持たすためにこれが入ってます。でこれは背面長を調整するときに、このベルクロがついてるので、それを剥がすのに使うようになってます。でこれで上下、はい、という風になります。で今からちょっと目安いきますね、はい、これはメモリがついてるんで、これで1、2、多分3個目ぐらいかな。とりあえず一遍これで合わしていって、3個目で合わしていきます。でベルクロ合わして、これまた元に戻します。でとりあえず背面調の調整なので、今荷物は入れなくって、このまま長さだけをちょっと見ていきますね。よし、はい、背中ください、はい、よいしょ。でトップ位置をできるだけいっぱい締めた状態で上げていただいて、ちょっとこっち、こっち、はい、すみません、いけますか。で腰骨位置が、ごめんなさい、トップがこれなんです。これが腰骨のトップ、はい、でそれにちょうどギリギリトップが合うぐらい、はい、でこれが長さ的にはオタっていうことです。これが例えば実際に下がれば短くした方がいいし、上がってしまえば長くするという調整をします。ブリッジャーの場合、どうしても女子の方胸があるので、上はね基本的にこれが逃げないためにで、ある程度こう締めてもらって、下は自分の好きでやるとこで一応止めてもらった方が分かりやすい。だからあんまりきつく締めるもんでもないかなと思います。こう逃げてしまうので、それを寄せた方がいいかなっていうところ。これで一応ね、そうですね、前から言ってる45度がほぼキープ、はい、でここでちょっと直します。これだけちょっと位置が悪いんで、もう一つだけ直しますね。だからこれちょっと外してください、すいません。甘かったのでここにずらしますね。これも体型によって、これ少しまたどちらかにずらすことはあるんで、はい、用意上げ、こっちは行き過ぎたら今度45じゃなくて、こう落ちていく状態になるんです。あ、なるほど。で前行き過ぎてもあかんのですけど、はい、これは、これで背面長が覆った状態なので、もしこれでさっき言ったように、腰位置が下やったら、これを、縮めて短くする。なるほど。で逆に、腰が上がってしまえば、もっぺん入れてこれ伸ばすということをしていただけたら。で、ブリッジャーの45は、このボトムの部分が特徴的で、こういうね、スッとストレスなく開くパッキングがしやすいということなんです。で、これが好き嫌いがあるので、どう使うかね、こうしてくださいっていうのはないんです。でこれ一番伸ばせばこの状態で、はい、こんな風になってるんです、はい、でもともとこんなのついてないことが多いんですけど、わざわざまあ、ミステランチはつけてくれてます。要は引っ張った時にこの余りの部分がペロペロするのが嫌やっていう方があったんだと思います。でこれをつけてくれてるので、
この処理の仕方は本当にねちょっと好き好きです。もういらんかったらなく取ってしまってもええやろし、うん、で例えばこれで巻いといていただいて使う長さがこれぐらいとかって決まってるんであれば決めときはってもええやろし、はい、それから例えばここにこのままあま、いや、邪魔、パラパラするのが嫌やという人は、このままここにこう巻いて、こう処理されると、これが有効に。ただ、こうすると意外とこの、引いたり締め、緩めたりっていうのはすごくしにくいんで、僕はフリーにするか取ってしまうかがいいんかなとは思います。これは本当やり方論なんで、どっちがええってことはないんで、はい。はい、で、これも一応ちょっと最初なんで全部緩めますね。はい。よし、これで塩を全部外せたね。で、このボトムが開けてもらったらこの状態で、中に仕切りが一応、これでバックルで外せる仕切り。例えば何かっていうと2機室に分けたい場合はこのバックルははめといてもらって、そうでないとき要は荷物が本当に多くて、もう思いっきり詰めたいときはこの仕切りを取った方がパッキングがしやすいということです。で、ちょっと目安としてこれは南ガの350コロライトなんです。で、ここギリギリやと思いますけどやってみます。でこれがいいところはこの膨らんだ状態をこれで止めていただいて、でキュッキュッキュッと寄せてもらうと、ここがファスナーのストレスがほぼなしに締めれるっていう、でパチン、はい、これはね特徴的、ミステリーランチの特徴がある。で上のパッキングは、はい、雨蓋のバックルを外していただくと、ちょうどまたセンターにバックルが一つあって緩めてもらう。でここスライドの、ああ、そうもちょっと変わってますね。ちょっとほんのり変わってるんです。パーツがちょっと変わってるで、あ、さゆりで。だ、要はミステリーランチ、これはもう本当にミステリーランチらしいこの状態に。だからフルオープンで物事はできるっていうことは便利だと思います。ただパッキングの時はねある程度締めといた方が本当はしやすいので。出すときはやっと開けた方がいいですけどね、うん、パッキングのときはやっぱり先の話詰め込んでいきたいので、できたらここぐらいまでは止めときはった方が安全のために。どうしてもファスナーって弱いですからね、弱いっていうか潰れたらどうしようもなくなるんで、うん、で一応これムーンライト、あ、じゃあムーンライトじゃない、ライペンのエアライズの位置ですの、本体とフライが入ってます。この歌始まって、お昼サウンドの、まあまあ衣類やと思ったらこんな感じで、はい、で締めていってもらうと、サイドベルトコンプレッションかけていただいて、でファスナー、要はコンプレッションさっきかけとくことによってファスナーのストレスが少なくなるので、うん、寄せといてから、ね、そうです、これをできたらちょっと寄せといた方が、はい、このファスナーのストレスがなくなるので、はい、壊れにくいということです。一応今僕持ってるフッカーセット、ちょっと目安に入れますね、はい、でほぼだから一般的なテント泊装備の荷物が今入ったと思います。伸ばした状態で締めていただいて、よいしょ、で雨蓋かけていただいて、で本体で雨蓋のところのポケットはこれだけ大きいのがあるので、当然貴重品関係入れてもらってすぐ出したいものなんかここに入れとかれたら、はい、ザックカバーなんかもそうなの、これはついてないで別で買っていたからなんですけど、で、はい、内側にポケットが
はい、ついてるので。で、あとは、できるだけ、ほぼパッキングが終われば、そこから、そこの部分から、できるだけ、高重心に荷物を上げていきたいので、はい。ボトムの、コンプレッションベルトを。で、これも、このベルトを通してやると、ここまでがいっぱいなんです。で、もっと短くしたいときは、この間外して、から引っ張ってあげると、さらにコンプレッションがかけれるので、ここはもう、好き好きです。ただ、できるだけこのボトムの部分は小さく。で、上げていって、次ここを押さえながらコンプレッション。下から上ですね。そうです。なら、重心が上上がっていってくれるので、はい、できるだけ高重心に持っていっていただきたいっていうのが、はい、パッキングの。これだけの重さが変わるんで。で、先ほどのお話、一番最初に戻って、このベルト、これをどう処理するかは、やり方論かな。ここに、こう巻いとけば、結構、綺麗な収納というか、になるんですよ。プラプラしないで。プラプラしない。はい、だけど、緩めて、外して、今度次、締めたいときに、はい、ここに指をうまいこと入れれたらいいし、ということです。うん、例えば、長い状態、多分、これぐらいが多分一番、トップを上げた状態だと思うんですよ。はい、例えば、うん、一番容器入ったときが。はい、ほんなこれぐらいがいっぱいだとして、処理しとけば、これもプラプラになる。でも、これでちゃんと引っ張る。こんだけ余ってくるんです。なるほど。ここはどっちがええか、まあ分かんないっす。はい、やってみてください。パッキングができました。うん、で、これが、ピッケルホルダー。本来、ピッケルホルダーです。ピッケルを止めるもの。はい、で、これにストックをつけるっていうことは、できないことはないんです。うん、で、例えば、この長さ、ちょっと調整しといてもらって、で、よいしょ。くるっと巻いて、これで。はい。ただ、これは、先ほど言ったピッケルホルダーなんです。で、ストックをここにくくるっていうことは、自分の体から重いものが外へ逃げていくので、うん、僕は本来こうするべきではないと思います。うん、ピッケルっていうのはピック用は、ピックも、反対側も、要は、危ないので、体から離したいからここに来るんであって、はい、ストックとはちょっと意味が違うので、うん、ここの位置。だからダブルでつけるようになってはいます。うん、サイドですね、うん。で、グリップを下にしていただいて、グリップ上にしてもいいんですけど、グリップ上にしてしまうとどうしても、触れが強いので、はい、重たいもの、本当は重たいものを上に入れた方が担ぎやすいんやけど、安定が悪くなるので、グリップは下の方がいいと思います。はい、あと、ここに、センターにポケットが、ストレッチポケットがこれもついてるので、ここはまあ、スペース的にそんなにたくさん、まあ、脱いだものを入れたりとか、それからカッパの、これ多分よく言うのは、ズボンとジャケットだけど、ちょっと両方入りにくいんで、例えば、ズボンは中入れたとしたって、ジャケットは多分よ、すぐ使うことがあると思うんで、ここへ入れてもらって、はい、止めといてもらったら、すぐやっぱり出したいですよね、急に雨が降ったとか寒い時にすっと羽織りたい時のポケットです。はいはい、あと特徴的なのがまあ今トレランなんかがやっぱり流行ってるのでそれを継承した感じでこういうポケットですから携帯であったりとか、水筒ボトルが入れる両方についてるのでここに来てくれるのでまあ比較的便利なポケットだと思います。これ結構広げられる、ね。うん、結構広げられる。だからもう簡単に。なるほど。ペットボトルぐらいで。もう十分入るんです。うん。入ります。はい。うん、はい。十分ここは入ります。あと、それに特徴的なのが、そうですね。これね。雨蓋を外していただくと、よいしょ。お、分離された。分離しました。で、この後ろ側にベルトが入ってるので、おお、これいいね。
これよかったね。これ気に入ってたよ。だから先の方からあの要は内側も使いやすい状態にはなるので、はい、まあヒップベルト、あ、ヘッ、え、何、え、ウエストバッグでも多分使える長さなので、はい、であと、まあ、こういう DG チェーン、あの元々はあの、カラビナを区分けするためにこういうものってついてるんです。でもまああのバンジーコードで、こう貼ってもらったら物を挟めたりとか、はい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 、いろんなことができるのでトップにも当然ついてます。はい、こういうものはだから意外とこれってねあの役立つときは役立つ。結構みんな持ってあるんです。これ何なんですか？これね。おお、ここまで上がるんです。おお、ランタンなんです。しかもめっちゃ小さくなりますね。太陽光。あ、太陽光ですか。はい。だから充電できるっていう。ああ。すごい。で、これ結構みんな持ってあるんです。ところがね、これね、充電しよう思ったら外せなあかんでしょ。はい。ほんならね。どこにぶら下げとくとか、カラビナでぶら下げとくとかってやるんですけど、うん、結構これ、ほら、頼んなさそうな生地でしょ。だから、わかる？ピニー。ちょっと破れそうですね。破れそうでしょ、はいはい、で、みんな結構困ってて、僕もまた考えたんです。お得意なやつ。ちょっと、俺、まだちょっと、まあ、完全な商品じゃないですけど、一応、はい、ほぼ。で、これね。はい。コードストッパーで締めるでしょ。ならね。おー、なるほど。うまいこと、太陽光が。はい。だから、このテープがあるからできる。だから、意外と、こういうテープは役立つんで。はい、うん、以上。で、ほぼ、機能的なお話は、OK。はい。はい、じゃあ、はい、これで、一通りのセットアップしていただいたんで、はい、あとは、れいこちゃんが、もうやるだけと。やるだけやな。はい、いうことで、はい、ちょっと、これからここに荷物を詰めていって、やっていきたいと思います。はい、で、まあまあ、僕らも低い山から登っていくんですけど、うん、まあ、こういうザックをつけて、まあ、登っていく歩き方とか、うん、まあ、そういうのを、アドスポーサーの方で、講習会されてるということなんで、はい、ちょっとあの簡単に説明いただければなと思います。土曜日日曜日の、に、講習会やってるので、よかったら告知また入れさせてもらうので、はい、はい、ご参加ください。あのできるだけビシビシと参加してね。待ってますんで。ビシビシと、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、これで終わりにしたいと思いますので、はい、次回の登山からこれを担いだれいこちゃんが見れますので。楽しみです、はい。はい。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。